フェルダタールは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州中央部、ホーゲルスベルク軍の町村である。この町は、ホーゲルスベルク山地の北斜面、285メートルから598メートルに位置する。町内をフェルダ川が流れる。この川は、ゲミュンデン付近でオウム川に合流する。フェルダタールは、北はロムロート、北東はシュバルムタール、東はラウタータール。 南は、ウルリヒシュタイン、南西は、ミュッケ、北西は、ゲミュンデンと境を接している。この町は、エルメンドーと、グロースフェル、ケストリヒ、ケディンゲン、シュトゥンペルテンローと、ビントハウゼン、サイルバフ派の各地区からなる。フェルダタールは、市町村再編に伴って1972年に、上記の7町村が合併して新たに設けられた自治体である。 フェルダタールの町議会は15議席からなる。2018年2月25日の町長選挙で無所属候補のレオポルトバッハが81.7%の支持票を得て新しい町長に選出された。図柄は銀字に青い冠を被った若い女性の顔を持つ赤い和紙。胸に小さな盾を掲げている。小盾は銀字で斜めに配された青いハンマー。 その上下には虐待核戦場に、それぞれ2本ずつの青い釘。内部の小建ては、20世紀初めまでこの町で、行われていた昔の釘作りのタンヤの主工業を、示している。青い冠を被った若い女性の顔を持つ赤い鷲は、中世にこの地域を漁しやがて消滅した、貴族家、フォン・メルラウ家の紋章に由来する。シュトゥンペル天堂との木組協会このほか 60のサークルや協会が行う多彩な催しが年中開催されている。町内を連邦道 B49 号線が通っている。ありがとうございます。